どうもラオチンです。本日は戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、薙刀のユニーク武器を取りに行きたいと思います。行きましょう。ユニーク装備の入手方法だけども、まず特定のキャラクターで特定のクエストをクリアする。そして難易度は難しい、もしくは地獄、それで全て S ランクでクリアするのが条件となっております。薙刀の入手、まずここだね、山崎の戦い第6章のね、第6章光秀編の山崎の戦い羽柴軍編、ここを秀吉を使って S ランククリア。そしてもう一つだね、第3章の信長編駿河侵攻、ここを瀬名を使って S ランククリアとなっております。山崎の戦いは YouTube に載せれないのよ、ちょっと規制がかかるので。ここ駿河侵攻いきましょう。ちなみに使うキャラクターはメインでもパートナーでもどちらでも大丈夫です。まあ使いにくいキャラクターだったらば、メインパートナーどちらかに自分の得意キャラを入れていくといいと思うよ。若に代わってお守りいたす。では行きましょう。まあ、とにかく S ランク狙いで急いでいこう。うん、 S ランクは何だったっけ。まず武将の撃破数でしょ、で雑魚敵の撃破数、クリアタイムぐらいか。あと1個なんかあったな、多分クエストのクリア率みたいなもんじゃないの、確かそんなので S ランクが決まった、おいと思うんだけどね。ヒット数は別に関係なかったかな。おい、この薙刀ってさ、俺すっごい難しいと思うんだけど、薙刀難しいよね。薙刀は本当にね、これやりにくい。普通とちょっと違うじゃない、あこっちじゃない、普通と違って地上から空中に持っていって、で空中コンボを決めていくっていう武器だから、なんか使い勝手がいつもと違って、いるんだもうお前、いいねいつの間にか言ってたね。半蔵やる、やるじゃん。よし、いや瀬名が来るまでもなかったね、半蔵がちゃんと先回りしてやってくれてた。これもう本当になんか明後日の方向に行ってる時とかあるでしょ。うん、どうもなんか設定としてはこうネームドの敵、武将がいる最一番近いところに向けていくみたいだから、なんかほんとね変なとこに行くとこもあるけども、今のはナイスナイスだよ。お、セナもちょうどいいところに行ってくれた。ちょっとこれで経験値を稼いでいこう。よし、あー何次は、あそこを倒せね、オッケー。あぶね、ちょうどいいよ、ちょうどいいちょうどいい。よし、こっち側から行きましょう。経験値はまだ全然足りてない、経験値足りてないね。だから経験値がむちゃくちゃ多いクエストとか欲しいね。経験値クエスト欲しいわ。いまだになんかね、分かってない。おいおい、この槍が嫌い、この槍嫌いだわ。うん、動きにくいもんね本当に。どこにいるの敵は。あ、ここか、この槍の先にいるからね。ちょっとほんと、あもう、あこいつらは雑魚だわ、弱い。あの減り方を見るとね、全然弱し。ここ槍多いな、槍が多い。これのなんか対策ももうちょっとなんかあればいいんだけどね。戦技でガシガシやるんじゃなくて、なんかなんかのスキルをつければ迅速で倒していけるとか、なんかそういう感じにしてくれればよかったんだけど、難
難しいよね。あなんかあそこでね、その槍とかそういうのがいて多いよ本当に。進軍が止まると結構ストレスがあるよね。もっとこうガシガシ行きたいのに、ほらほらほら、槍ほんと多くないか。よし、半蔵の戦技強いな。半蔵の戦技強い。あそこじゃあセナの方へ行こうか。上杉勢が来たんね。ここで打ち漏らさないように行こうね。多分ね、一体でも残しちゃうと S ランク取れないんだ。あ、分かってる分かってる、まあ、とにかく近くのやつからやっていくから。あーもうどこ行くんや。ちょっと待て、弱い火力がない、全然火力ない。よし行った。でお前もか、火力ねえな。もうどういうこと、火力がない。あミスった、無双使うはずじゃなかった。ちょっとセナ下行って、下行って、早急に追い詰めましょう。違うお前じゃない、どこだ。あいた、ここか。よしちょっと待って、おい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 、結構来てるよ来てるよ、結構来てる。ここかいた、いけー、あと一体いない、もういないか。よっしゃ OK、 よっしゃ打ち漏らさないよ。ここも終わったね。ちょっと待て、こっち側に、うわうわうわ、下と上にもいるよ、残さないぞ。あ、あれさっきの剣心じゃなかったっけ。あぶねえ、さっきの剣心だったと思ったんだけど違った。おいし、終わり。どうだ、武将は全部倒したし、タイムも悪くないで、数も結構倒したんで、どうだろう。頼むよ S ランク。あーまあ一つはハテナだけども、まあこれは S ランク取ったでしょう。タイムがダメだった。タイムダメなの。6分台じゃないとダメ。これやり直しだわ、やり直し。もう一回いく。お、あー、コンボ嘘。よかったよかった。あそこはいいのか分かんない。なんか全部 S じゃないとダメって聞いたんだけど、コンボ数は良かったんだ。まあまあとりあえずゲットです。なんだ、釈光神アマテラスかな。どんな感じでしょうか。攻撃力下がるな、下がるね。あー速度はまあついてるんだけど、範囲がない。どうなの？でもやっぱ攻撃力が目に見えて下がってるっていうので、このユニークもそんなによろしくないね。攻撃力下がるのはちょっとな。まあ付属のなんかスキルでもうちょっと強くなればいいんだけど、今つけてるのと相対差がないからね。まあまあまあいいでしょう。ユニークは全部ね、ゲットしていくので、残り8個ぐらいかな。頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。